さんどうも、この動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、速稼塾の番組の中でもなぜこんな形でですね、いつものように立って講義してないのかと言いますと、今日はですね、皆さんにとっても素晴らしいお知らせをしようと思うんですよ。速稼塾もですね、1年経っていろんな方が自分で稼ぐ力をですね、ネットを使って稼ぐ力を見せてくれました。で、今日はその中でも速稼塾の中でもエースじゃないかなと、ずっと最初からですねお付き合いさせてもらって、もちろんその前からのお付き合いもあるんですけども、この素晴らしいですね、今この仮に、まあ、A さんとしておきましょう。この A さんがなんと何ヶ月も前から実績を僕のところを上げてくるんですよ。これでもかと。で、金額もすごいんですけども、もっとすごいのは、今までの仕事に全く負担をかけることなく、迷惑をかけることなく、そしてこっそりと無理なくされてるわけですよ。これがまさにですね、理想とする副業の姿なんじゃないかなと思いまして、今日はご紹介しようかと思います。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。 A さんがですね、はい、去年の今頃速稼塾の講座に来てくれたじゃないですか、はい、ええええ、まあ、その時に実際に売り上げを上げる体験してもらったと思うんですけども、そうですね、その時から比べて、はい、ここまでご自分の売り上げが伸びるっていうビジョンはあったんですか？もともと久保さんのことを知ってるので、はい、まあ、久保さんの言っとりにしたらいいんかな、はい、ということですね。はい、でもここまで自分がこう入っていくっていうイメージは正直なかったですね。ああ、じゃあなんかこう、仲良しの雑談を聞いて、ああ、なんか面白いなぐらいのいつものネタだと思ってたけど、そうですね。すっぽりハマるとは思わなかったです。そうですね。で、ハマった結果、実際に今度は楽しい面白い、はい、なんじゃかんじゃだけじゃなくて、はい、実際にお財布が太っていく姿を見てですね、そうですね、はい、あ、なんか掴んだぞみたいなところはあるんですかね。まあそうですね、一回最初のカリキュラムをこなした時に、はい、まあ10万とかっていう、10万っていう、まあ、はい、売り上げが上がって、はい、そこから一回落ちたんですよ、ね、ああ、はい、ありますね、はい、まあ、よくある話、よくあるんですよ、はい、そこから、うん、ただまあこのなんていうビジネスで、はい、ビジネスってすごく面白いなと思ったので、はい、もっと勉強したいというところで、まあ、僕がやったのはインターネットビジネスの中の代表でもある、うん、転売ビジネスだったりとか、お、はいはいはい、そういうのを介して、はい、まあ、今ちょっと違うこともしてるんですけど、お、じゃあいろんなものを取り入れて、はい、もちろん久保さんにも学びながら、はい、違うところにも聞きながら、お、自分なりに、はい、まあ、まだ全然大したことないんですけど、はい、当時とは全然違う感じで、うん、はい、なって素晴らしいですよね、はい、じゃあ今いろいろこうお勤め長いことされてですね、はい、サラリーマンの苦悩とか知ってるわけじゃないですか。まあそうですね。で、しかもそれを、はい、分かっているんだけど繰り返すしかなくって、はい、突破口がなかなか見出せない、はい、その中の一員だと思うんですよ。一員だったと思うんですよ。そうですね、はい、じゃあその日を境にちょっと違う道あるかもしれんなと、ご自分でいろいろとこう検索したりとか、はい、人に会ったりとかを繰り返して、そうですね、ここまで伸びてきたっていう感じですね。そうです、本当に素晴らしいですね。いやいやいや、確かにそうなんですよ。ビジネスって、はい、人にいただくものを口を開けて待ってるだけではなかなか放り込んでくれないんですよね、はい、あくまで僕らもそうですけど、きっかけはお与えするんですけども、その後実際に動いてもらうのはその人自身なんで、はい、気がつくっていうことと動き出すっていうね、ここが非常に大事になってくるわけですよね、うん、なるほど、で今回速稼塾のカリキュラムだけではなくて他のものを組み合わせて、はい、まさにですね、突破口からいろんなものをこう見る力、発見する力、はい、検索する力をつけてここまで来たっていうことですよね。そうですね、はい、で今若干ですけども、そんなにご自分はですね、はい、成功どこって言ってますけども、はい、まあ世に言う一般的な労働者から見たら、はい、むちゃくちゃ成功のはしごをこう登り始めてると思うんですよ。あ、そうなんですかね、はい、それはだってお小遣いをどんだけ1000円ケチろうかっていう社会ですよ。はい、それをどんだけ1万増やそうかっていう世界に全く違う方向にもうベクトルが向いてるわけじゃないですか。そうですね。で、減らすのは限界がありますけども、ゼロになったら終わりですか。でも増やすのって誰の許可もいらないですね。10万増やすのも50万100万増やすのも全然 OK なわけですよ。はい、そうすると仲良しにももしかしたらおごってあげれるかもしれないし、はい、誰か結婚しても祝儀をけちらなくてもいいかもしれないし、そうですね、いろんな人に喜びと価値を与えれると思うんですよね、はい、でそういう意味ではもう
成功の階段を上り始めたなと思いますんで、はい、これからも頑張っていただきたいんですけども、 ありがとうございます。実際に報酬が上がった画面なんてのは、はい、今日見せてもらえるもんなんですかね。あ、まあいいですよ、それは。本当ですか、ありがとうございます。いやいやいや、これすごいですね、これ見たいですよね。いや、というか僕実際見せてもらったからこの動画に来てるんですけども、絶対皆さんも見たいと思うんですよ。で、今日なんとここにそのネットビジネスで稼いで買ったあの MacBook Air があるんで、MacBook Air がこの中に表示された画面をちょこっとだけ見せてもらいましょうということですけども、よろしいですかね。あ、はい、ね、これもう画面の設定できてるってことです。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。はい、いやでもね、